アイラブ一宮。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私田中あさみです。どうぞよろしくお願いします。さて2019年も残りあとわずか。今回は2019年を振り返る総集編をお届けします。2019年の一宮市、何があったか皆さん覚えてますか？まずは1月から映像で振り返っていきましょう。博物館で企画展、暮らしの道具、言葉になったものたちを開催しました。2月には美術館開館20周年記念特別展、美人画梅香庵コレクション展を開催。明治から昭和初期にかけて制作された美人画を70点以上展示しました。そして今年一番盛り上がったと言ってもいいのがこれ。わかりますか？ワールドカップ。これは稲垣啓太選手がトライを決めた時の絵です。感動しましたよね。4月にはラグビーで盛り上がる様子をお届けしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年日本でラグビーのワールドカップが開催されますね。はい、改めて日程を教えてください。はい、9月20日から11月2日までの期間、国内12会場で熱戦が繰り広げられます。東海3県では、はい、豊田市にあるトヨタスタジアムで開催されますよ。各チームがベースを張る、キャンプ地が55カ所ありますけれども、この世界規模の大会がですね、日本全体の盛り上がりに波及するにはですね、この55カ所のですねキャンプ地の盛り上がりっていうのが非常に重要でして、これを契機にですね、一宮市の盛り上がり、市民の一体感とかですね、そういうものにですねつなげていただければいいんじゃないかなと思います。5月も楽しいイベントがいっぱいでした。まずは三木施設庫記念美術館で開催したカフェ・デュ・ミュゼというイベント。カフェ・デュ・ミュゼはフランス語で喫茶コーナーがミュージアムになったことを表現しているそうです。そして毎年おなじみのイベント、リバーサイドフェスティバルも開催しました。さあ全員の力を合わせてボートが進み始めました。いい感じです。わっと危ない、落っこちそうになりながらも頑張っております。皆さん、こんにちは。こんにちは。どうですか、体験して。面白かったです。面白かった。怖くなかったですか。怖くなかった。あら、まあそう。こういったイベントがこのタワーパークであるっていうのは、いや本当にいいですね。今日は特に天気もいいし、はい、気持ちよくて。また全国大会に多くの選手を送り込むテコンドーの道場もご紹介しました。6月には競技カルタで全国大会に出場した強者も登場しました。ながらえばまたこわすらるる見おばを思わず。あの動きすごいですよね。7月には美術館で開催した小松美和展ディバインスピリット真珠の世界をご紹介しました。小松美和は大和力を世界へというコンセプトのもと活躍している新進気鋭のアーティスト。会場で披露されたライブパフォーマンスは圧巻でした。一宮に来てですね、最初に来てこういろいろ感じるものがあって、すごくこう、なんかこう土の風、土の匂いとなんか人の匂いが混じってる感じがすごくして。
8月には博物館、美術館、資料館が共同開催したイベント夏休みワクワクミュージアムがありました。3館を回りながら様々な体験ができる楽しいイベントでした。9月には博物館で開催した企画展増田神社をご紹介しました。一宮市民にとって身近な存在である増田神社、神社の歴史などを改めて学ぶ機会になりました。138で一宮、831で831で野菜。そう、野菜です。一宮さんの野菜をもっと食べようというイベントを開催しました。10月には博物館で開催した萩原町出身の詩人佐藤一恵の生誕120年を記念した特別展をご紹介しました。11月には美術館で開催した特別展没後10年三岸幸太郎展描く詩人をご紹介しました。そして美祭歴史民俗資料館の魅力もたっぷりご紹介しました。さあ12月にはこれです。そしてそうなんです、ワールドカップのキャンプ地に選ばれていた一宮市に実際に南アフリカ代表チームが訪れ公開練習と交流イベントを行いました。いやでもすごいたくさんの人を駆けつけてますね、はい、何人ぐらい来てたんですか。そうですね、当日は、まあはい、あの天気も非常に良かったということもありまして、はい、市内外からですね約3500人の人がご来場いただきまして大変盛り上がりました。小学生もいますね。そうですね、うん、みんな楽しそうですね。でこれちょっと選手体大きい人多いですね。はい、そうなんですよ。もう基本的にフォワードの選手は体がとにかく大きいというイメージで、はい、もうスクラムなんかも試合見ててもらったら分かると思うんですけど、はい、いつも推し勝ってましたね。そうですよね。でこれ紅白戦かな、はい、もう実戦さながらの練習を試合前ということもあってしていましたね。でね、でもここまで近くで見れる機会ってなかなかないですよね。いや、ないと思いますね。ですよね、はい、わーこれ見たことある試合でちゃんとこうやって練習したわけですね。おー、はい、ではこれレクチャーですか。そうですね、選手自ら本当にパスの実演をしていただいたり、すごいパスこの距離で見れるんですね。こんな風に直接レクチャーも受けられたんですね。そうですね。うわー、こんな機会なかなかないですもんね。それではみんな写真必死だ。であれ何これ、靴の上。そうなんです、もう伝説ですよこれは。伝説ですね。しかも裸足で蹴った、すごい、よく飛びますね。これ絶対一生の思い出になりますよね。そうですね。ねえ、みんなニコニコ笑顔で、これもう写真に収められて、うわーみんな笑顔だ。これどれも真剣な顔してる人いずにみんな笑顔ですね。いやー素敵。あ、でこれなんかもらってますね。チームからあの週末の、はい、タイナミビア戦、そのチケットを急遽いただけるということで。そうなんですね。でしかもこれもサインも。そうなんです、はい、実際予定はなかったんですけども、選手の方から、はいはい、進んでファンサービスというか、サインに応じてくれて、みんなすごい優しいんですね。そうですね、めちゃくちゃ、選手たちは本当にめちゃくちゃ優しい人たちでした、本当に優しい人ばっかりなんだ。さて今回のアイラブ一宮いかがでしたか。今年1年本当にいろんなことがありましたね。さあ私もこの番組で絵を描いたり、とても楽しいことたくさんありました。来年はもっと絵が上手になりたいです。皆さん温かい目で見守ってください、それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。